仙台東方劇場は、かつて、宮城県仙台市青葉区中央2丁目に所在していた、東方系の映画館である。神奈川県横浜市で、横浜東方会館などの映画館を経営していた、会社、東方関東工業株式会社が、運営、経営していたが、後年は、近隣の日の出劇場などや東京都新宿区で、新宿スカラなどの映画館を経営していた、会社、 3は工業株式会社に移管された。ここでは、後継施設の仙台東方ビルについても述べる。映画館閉館後に建物は解体され、その後地に仙台東方ビルが新築完成。同ビル内に映画館はないが、5階から13階部分にビジネスホテル、リッチモンドホテルプレミア、仙台駅前がオープン。地下1階に、 早野商事株式会社うにの飲食店、和食、並が仙台店、1階から4階部分は野村証券仙台支店がテナントとして入居している。ちなみに、旧東方仙台ビルは、地上8階、地下1階建てで、地下1階に株式会社一の某運営の、コーヒー院、支線、1階には、高山書店、4階には、野村証券仙台支店があり、 東方にのあった八海に渡竹中工務店の事務所がテナントとして隣接していた。ありがとうございます。